します。福島県いわき市から東京に避難してきております、福島原発被害東京訴訟原告団長の鴨下です。この日本では、確かに、この福島原発事故、噴火というふうに残念ながら、言われている面は確かにあります。でそして、そんな中でも、汚染はもうそのまま残っていると言いますか、ひどい状況が続いているというのは現実です。ですがちょっと、世界は特にヨーロッパなどに目を転じてみますと、そうではないんですね。やはり、ドイツなどは日本の、この、東電の福島原発事故を教訓に脱原発したわけですね、決めたわけです。でやはりですね、ヨーロッパの方ではそのような、この、福島原発事故日本大丈夫なのかというそういう、こう考えがかなりあります。実際にですね私もこのところ、海外の、取材を受けることがありました。4月にですね、フランスの、ルモンド、という新聞がですね取材に来まして、鴨下のうちの、放射能を測らせてもらいたいということになりました。私も、久々に、測定を行いました。その結果ですね1平方メートルあたりいわき市ですよ、避難指示が出てない場所です。1平方メートルあたり、20万ベクレルパー平方メートルという測定値が出てきました。やはりですね、この、汚染の現状区域外とはいえいわき市とはいえ、これだけの汚染が残ってる、それだけの汚染があるにもかかわらず、しかも事故直後に比べればずいぶん下がってその数値のはずなんですね。にもかかわらず避難の指示を出さずにそのままにしているというのは非常に無責任な話だと思います。それまでの間ですね私は、避難しましたから、向こうにいるのに比べれば被爆は少なかったと思います。ですけれども、向こうにそのまま住んでいる方々はそれだけの被爆をですねずっと継続し、そして今後も住むんだとさらにそこに追加被爆を重ねていくという、非常に非人道的な状況になっているわけです。そのような状況に対して国連からも、このような、非人道的なことを続けるのはおかしいというそういう指摘があるわけですね。それに対して日本政府は、なんか受け入れてます、受け入れますとかちゃんとやってますとかって言ってるんですけど、そんなことはありません。そして東京電力も、私たちが、しっかり対応しろ賠償しろというふうに言うと、相当因果関係が認めるものはちゃんと払ってますってそういう言い方をするわけなんですが、この相当因果関係があるというのは区域外に関してはほぼないという、まあ、そういうことになっておりまして、東電の言う相当因果関係のあるものに対してはちゃんと払うというのは、区域外の私たちから見ると、それ以上はもともとですね、まあ、私の場合だと12万は払うとは言われてますけども、それ以上は追加の分は2対1分は払わないと言っているのと全く同じ極めて無責任な姿勢だと思います。そして、このような状況の中で国連にですね、ジュネーブに、3月にこの人権問題であるということで、この、国連で日本政府に対する勧告がありまして、それに、私たち、被害者の、まあ、代表としてですね大阪訴訟の原告団長の森松さんが、国連に行ってアピールをしてきました。短い時間でしたけれども、この母子避難の母親としてですね、この、人権問題だということを国連で訴えてきました。それの、まあ、報告会といいますか、それを絡めての学習会が今度、5月27日担保者で行われます。どうかこちらに皆さんご参加ください。ちょっとチラシがですね、私今日、たくさん持ってこれなかったのでちょっとご希望者にはとなるんですが、今週の金曜日らには挟み込みますので、どうかそちらご覧になって、来てください。そして、この私も森松さんも共同代表をやっております。損害賠償を求める訴訟原告団全国原告は1万2000人ほど訴訟は30ほど起きておりますが、この会議も、つい先日行ってきました。確かにですねこの被害が本当にバラバラ、個々の事情に寄り添って何とかやってもらいたいってつい言いたくなってしまうんですけども、そういう方向ではなくてですね全体を
まとめるような、包括するような、そういうような救済法を私たちは、繰り返し話し合いながら模索しています。この個別の問題ではない、全体の問題だ、区域外も、区域内もそしてそのまま住んでいる人たちも同じ事故による被害なんだということで、何とかしてこの原告が団結して、そして原告のさらに外側に、被害を受けた人たち皆さんが救われるような、救済されるようなそのような方法を何とかできないかというふうに、まあ、日々、考え、そして、まあ、大体毎月1回ぐらいなんですけども、話し合って激論を交わしながら、何とかそのような仕組みを作ろうと、苦労して頑張っております。まだ、統一要求はですね、1月に、第1巻ができているわけなんですけども、まあ、かなり包括的な内容とはなっております。でもこれを早くですね、具体化しようというふうに私たちは努力しております。また、その経過もお知らせできればと思っておりますが、とりあえず、どうかまずは、5月27日の、この勉強会にいらしてください。それの中では、ジュネーブの報告とさらに、訴訟が、ここまで積み上げてきたもの、そして、これからどのような展望があるのかという点も含めて、お話しできればと思います。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、鴨下さんありがとうございました。あと10分で終わりますのでもうちょっと我慢してください。告知やります。希望の方、ただ時間がですね押してますので、もう1人1分でもうキーワード、じゃあ女性大間原発反対発言の会の玉坂です。来週月曜日5月14日10時半から東京地裁で、大間原発建設、函館市の大間原発建設差し止め裁判がありますので、ぜひご参加ください。そして今ご挨拶された鴨下さんが当日原発について、あと住宅問題などについてお話しいただきますので、そちらも合わせてご参加ください。ぜひよろしくお願いいたします。はい、50秒でした。5月21日月曜日ですが、止めよう東海第二原発の首都圏の連絡会を結成します。日本原電です。日本原電の社長は実質東電の、うちは東電の子会社だと言ってます。日本原電の社長自体が東電の社員だったという、そういう点で日本原電への東電が債務保証、借金の承認をするという密接な関係です。こういうのをどうしても止めよう。しかも東京圏のに近い原発です。5月21日月曜5時から記者会見、これは皆さんもぜひ傍聴一緒に聞いてください。そして6時から7時半まで結成集会、止めよう東海第二原発首都圏連絡会、会場は参議院議員会館の第1階の101第1教室です。皆さんのご参加をお待ちしております。再稼働阻止全国ネットワークです。本日残念ながら大井原発4号機が5時再稼働された。私たちは先ほど報告がありましたように関西電力東京支社行動をもらってきました。連休に移転したということで随分立派なビル、大変高い家賃のビル、家賃かどうか分かりませんけど事務所を構え、しかし皆さん今原発事故限界、3号は再稼働1週間後に水蒸気漏れ、そして今4号機もまた冷却水のトラブルを起こしている。で本日あった話、愛媛伊方原発のまた放射能を含んだ汚染水漏れを起こしている。このように再稼働された原発はほとんどが事故を起こして問題を起こしているんであります。このようなことが今後も続く、必ずやこのままほっとけば大事故が起きて大変なことになるというふうに思います。
そこで私たちは今月官邸行動やりましたけど、のび太といえ限界原発の再稼働が事故があるにもかかわらずやられようとしているということに対して、来月6月3日この東電行動の前に有楽町の電気ビル入っている九州電力東京支社抗議行動を行いたいと思います。5時半から行います。ぜひ多くの皆さんが参加してくれますことを訴えて、平気に告知に終わります。はい、ありがとうございました。よいしょ。被爆労働を考えるネットワークからの、ご案内です。5月26日文京区民センターで行います。原発労働者は団結して要求する 5.26 春闘集会ということで、各地から原発労働者、元原発労働者などいろいろ来ていただきます。先ほど皆さんにチラシをお配りしました。東電は荒株さんの白血病の賠償を行え、国は海田さんの心筋梗塞を労災と認めよう、国、東電、元請け企業は原発労働者の安全、命、生活に責任を果たせということで、荒株さんとか梅田隆介さんとか、あと斉藤誠二さんも来られます。それから外国新技術実習生の女性労働問題ということで、佐々木史郎さんも話されます。この集会で原発労働問題が全部わかるっていう仕組みになってます。その日は昼間に、沖縄の国会法務委員行があるんですけれども、この集会は夜ですので6時から始まりますので、沖縄法務委員行を終えた方、皆さん文京区民センター 2A の方にも来ていただきますようお願いします。以上です。はい、じゃあ最後のスピーチ1分間。脱被爆実現テストです。来る、5月の12日土曜日に、デモを行います。放射能から子どもを守ろう、自分も大人もという趣旨で、新宿の街を練り歩きますので、ぜひここに、本日いらっしゃっている皆さんもご家族の方、お誘い、あって、寝たきり老人も連れてぜひ、おいでください。よろしくお願いいたします。あ、5月12日土曜日です。新宿改め前です。5月12日今度の土曜日、新宿改め前集合で新宿の繁華街をデモします。今度の土曜日です。時間何時集合ですか？1時集合で、集会が1時間、2時からデモ行進、新宿の繁華街やりますから皆さん来てください。はい、ありがとうございました。それではドンパンプシ、はい、行きます。